アレクサンデル・カノルトはドイツの画家であるベルリンの美術アカデミーで教授を務めたカールスルーエで生まれたカールスルーエの美術学校でシュルトやフリードリ・ヒフェールに学んだ美術学校では画家のアドルフ・エルプスレイと知り合い生涯を通じて友人になった1909年にエルプスレイとマリアンネ・フォン・ベレフキンとアレクセイ・フォン・ヤウレンスキーが立ち上げてワシリー・カンディンスキー ガブリエレ・ミュンターらも会員となったミュンヘン新芸術家協会の創立メンバーに加わった。1911年にこの協会から全映画家のグループ、青木氏が生まれた。1913年にミュンヘン分離派が分裂してできたミュンヘン新分離派にも加わった。第一次世界大戦が始まると予備役の将校として働いた。第一次世界大戦後は、 ゲオルク・シュリンプフと共に活動し、マジックリアリズムの代表的な画家になった。イタリアにアドルフ・エルプスレイと共に長く滞在し、多視点で描いた建物のある風景画なども描いた。1925年にマンハイムで開かれたマジックリアリズムの画家たちの展覧会に参加し、マックス・ベックマンと共に最も多くの作品を出展した。 1925年から1931年の間はブローツワフの美術学校の教授を務めた。1927年からはバーデンの分離派のメンバーで1932年からはミュンヘンの美術家グループ大ジーベンのメンバーだった。1932年に国民社会主義ドイツ労働者党ナチスの党員になった。ナチスがドイツで権力を握った後、 ベルリン芸術アカデミーの教授になった。1936年に健康上の理由でベルリンの教授を辞めることになった。1932年にエルプスレートミュンヘン新芸術家協会の創設25年を記念して第4回にあたるミュンヘン新芸術家協会の展覧会を企画したが実現しなかった。この時代はナチスが政権を掌握していて、 ミュンヘンシン芸術家協会の元メンバーたちの作品は大敗芸術として排除されようとしていた。ナチ党員であったこともカノルとの作品が大敗芸術に指定されることを防げず、1937年に展覧会から除外され、作品は没収された。ありがとうございます。